こんにちは、Jトイズです。毎週第3週の土曜日はトミカの日ということで、新しいトミカが発売になります。今回発売されたのはですね、ダイハツのコペンです。で、初回限定版の2種類、通常版の2種類が発売されました。今までのトミカにはなかった現象だと思うんですけれども、今までの初回限定版というのは通常版の金型に特別な色に施されたカラーバリエーションということで特別仕様っていう販売になってました。今回ダイハツコペンは違います。初回限定版、金型が違います。箱から開けてみたんですけど、こちらが初回限定版ね。これを箱から開けてみました。そうするとですね、こういう金型になってます。で、これ開きます。で、これが初回版、これが、通常版になるとですね、全然違います。わかりますか？フロントもリアも形状が全然違います。サイドも全然違います。通常版はこれです。で、限定版のこちらはこういう形になってます。モールドが細かいです。金型が違います。全然こんなこと今までのトミカでなかったような気がするんですけど、すごく最初ね、初回限定版っての色がちょっとこういうこのいういまいちな色だったんで買うつもりなかったんですけど、形状を見て驚いて買ってしまったんですね。で、今回、他に、フライドポテトトラックもあるんですけど、あれはもう ほとんどトレーラーにでっかいフライドポテト、ハンバーガートラックの親戚みたいなもんで、まああれはあれでちょっと完成されたもので、かわいいんですけど、今回の注目はですね、ダイハツコペンの初回限定版ですね。これあっという間に売り切れそうですね。本当は今日前日に、レポートするべきだったんですけど、ちょっと間に合わなくてですね、今日発売日の夕方になってしまったんですけど、これは買いです。おすすめです。いつものストップモーションはですね、この後制作して、公開しますので、楽しみにしている方はもう少々お待ちください。